ほかになんかその岡村さん今話そうとしてたやつああごめんなさいも、ね、前も言ってたあれなんですけど先,先,先月ですかね6月の19日に兵庫県の高校で女子高生の集団ヒステリー事件っていうのがあったんですよね。18人が、うんうん ん状態ニュースにも結構なったんですよ、うん、それ結構好きで僕そのサクものっていうか、うんうん、あのでこれ毎年大体あるんですよ、うんえー、その前の年は確かフィリピンで女子高生が15人とかが日本兵が。 現れたたみいな学校にってうので私の土地を返せって言ってるみたいなことでみんながパニック状態になって病院に運ばれるみたいなこれ大体女の子に起きいんですよ思春期のそれってなんかちょっと確かに不思議ですねポルターガイスト現象みたいなのも家にちっちゃい女の子いませんかって絶対あるんですよねんか多感なね子供なんかがいるとそういう現象起きやすいっていうことが実証されてるみたいですねあれが面白いなと思ってそんなだってポルターガイスト現象ってほら 物が飛んだりうん、うん、勝手にドアが開いたり、うん、そういういいことじゃないですかうん、うん、それをちっちゃい子供が、うん、女の子がいるかっていうことから確認し始めるっていうことが、うん、すでにだからあるあるなわけですなるほど。うんうん、でそのでそのなんか先生とかに言わせるとそういうその女性の思春期っていうのは、うん、自我がこうまだこう確立できてなくて、うん、人の不安を自分の不安と思ってこう同期するような能力がものすごく高いんですって。 女の人っていうのは特にまあだからそれはんか女の子同士って確かに距離ちょっと近いじゃないですかトイレも一緒に手繋いでいくみたいな部分もあるしあるい群れで暮らしていくっていうか例えば一人が例えば生理になったら伝播していくみたいなえ生理がうつるみたいなねんかそういう表現使うね少女女子高生多いですよねあの感じがこの「非常団ヒステリー」っていうものの中にも起きてるなって っで誰か一人がまあなんかその時は表現の高校の子は霊感が一人強いって言われてるような女の子が一人もう泣き叫び始めたらしいんですよ。おうおうね、でそうしてるとバタバタとみんな過呼吸とかおうおういろんな状況でわーみたいになってみんな結局無事な状態で多分今平穏に暮らされてるんですけどこういうのってこうよく映画とかにもなってるし「バージンスーサイズ」っていうあのソフィア・コーポラであのフランシスコ・コ コッポラの娘が取ったやつも 10, あの10代の女の子のたかんな子が一人ずつ死んでいくっていう話なんですよね理由がないっていう話なんですよ、うん、この思春期の女の子のこれオカルトにガーッとこう入っていくみたいな感じが個人的にはビンビンなるんですよ、うん、<laughs> はあ何やろそれっていうか、うん、なんで女にだけそんな能力あんの 面白いのはタンザニアとかで笑いの集団ヒステリーって起きたことあるんですよ一、うん、人がなんか全寮制の学校これ男なんですけどなんかギャグっていうかまあジョークを言ってそれがてか笑い出してそれが学校に伝わり寮から始まったことが学校に伝わり家帰って親に伝わりで村全体になりで最終的に隣の村も行って全員笑いっぱなしで半年間止まんないってことがある <laughs> へえそれは親とか年代ももう飛び越えてそうですそうですそうですへえ何それどんなギャグだったのか知りたいですけどただちょっとその資料がそんなとこなくてなるほどそういうことはでも結構あるんですよねへえ面白いな面白いなと思って集団心理というかはみたいなが今日6月にありましたこれ集団